世界に新たなる深淵なる闇が生み出され、その抜本的対処に苦慮する最中、つながった空間の先に存在する別次元の惑星地球。そこで繰り広げられた一連の騒動を経て、アークスの情勢も変わりつつありました。何度倒しても世界にフォトンある限り復活し続ける深淵なる闇、その根源を打ち、犠牲の存在を救い出すための手段がついに見出されようとしていたのです。直接会うのは久しぶりだね。二人とも緊張してるようだけど大丈夫かい？大丈夫だよ。この時のために今までみんな頑張ってきたんだから。まあ緊張するなというのが無理な話ですよね。でもご安心ください。お二人のことは私がしっかりサポートしますから。二人とも、これはペルソナを取り戻す作戦だ。ペルソナは深淵なる闇の宿主となりながら、一人でその支配に抗い続けている。復活した深淵なる闇とアークスが戦い、力を削ったところでペルソナが時間を速攻する。深淵なる闇の復活直前の時間まで宿主の自分ごと時間を巻き戻す。それをずっと繰り返している。このまま放ってなんておけない。絶対に助け出す。そうだよね。ペルソナは深淵なる闇の中枢がそこに今も存在している。それは君たちが一番知っているはずだ。深淵なる闇とのつながりを断ち切らない限り救出は不可能。救い出したとしても深淵なる闇が新たな宿主を求め最悪の事態を招いてしまう。ペルソナを救い出すためには深淵なる闇を消し去るしかない。そんな手段はなかった。今まではそうだった。ですが手段は作り出されました。棺さんの持つ雨の村雲です。蛇を払い浄化する刀。一時はダークファルスになってしまったアルクやマザーを救い出しました。原理はそれと全く同じ。同じことをやるだけです。彼女たちの協力もあって雨の村雲の能力を分析できた。再現もできている。君の持つペルソナとのつながりはカノンの層もここに。この力君に託すよ。これは君がやるべきことだから。作戦も単純明快だ。深淵なる闇の中枢を君が切る。そしてペルソナと深淵なる闇を分断することができたら、二人で起こしてあげるんだ。君たち二人の手で。うん、もちろんだよ。いっぱいいっぱい言いたいこともあるんだからね。
歪んでいってる。時空干渉、お前人を落としてるのか。一体何を目標に。ダメ。あの消失痕跡、痕跡、痕跡。ああもう落ち着くんだシエラ。痕跡なし、周囲から反応も消失、完全にロストだ。あんま、失踪と関係あるのかな。タイミング的に無関係とも思えません。合わせて調査を進めてみます。待たせたね、二人とも。そのブラックホールについて情報は共有済みか。説明の手間が省けて助かるよ。二つ報告がある。まずはいい報告から。反応が見つかった。本当？じゃあ早く助けに行かないと。落ち着くんだなといい。続けて悪い報告。反応があった場所はそのブラックホールの中心だ。唯一の絶対静止座標形、宇宙の原点、かつて惑星シオンがあった場所。ガーディアンはいる。Yeah.
動きを止めろ。手間取らせやがって。だが鬼ごっこもここまでだ。生死問わずと聞いている。やれ。あまり甘く見ないでください。これでも多少の心得はあります。チッ、腐っても王族か。だが侮ってんのはお互い様だろう。お姫様よ。召喚人、魔術師が追ってたなんて。てめえは、まあいい。邪魔するってんなら、まとめてぶっ殺すだけだ。まだエスメラを。気をつけてください。敵が来ます。いやー、たまんねえな。やっぱ最高だぜ、これはよ。オラオラ召喚獣ども、あのクソ生意気な奴らをさっさと潰してこい。こうなってしまった以上、かの敵を打ち破るしか道はありません。ご協力お願いできますか。君はいつも唐突だ。でも無事でよかったよ。一体何があったのか教えてくれかい。そう言われても困っちゃうと思うよ。ごめんね、変なタイミングで戻しちゃって。私も焦ってたからつい。どうやってここに入った？どうもこうもスススーッと来てスーッと入っただけだよ。あ、もしかして秘密の会話中？ごめん、部屋に入る前にはちゃんとノックしないと。だよね。ダメだな。ずー
からかな、常識ストーンと抜けちゃってるみたい。変異反応なし、アークスではないけど、この反応はフォトンのみによる身体構成。でもダーカーじゃない、あなたの知り合い。あれ、なんだかみんな健能だね。君は一体何者だ。あ、そっか、私が誰かわからないからか。ごめんごめん、それも抜けてた。私はアルマ、初代のクラリス・クレイスって言った方がスパッとわかる。でも今の私はアルマだから、アルマって呼んでくれると嬉しいかな。初代クラリス・クレイス、彼女は死んだはずだ。私の肉体はとっくにないよ、今だってこれフォトンだけだし。多分知ってると思うけど、人だった時の私の体はルーサーに壊されちゃったけど、私の心はフォトンは消えずに、アカシックレコードとずっと一緒にあった。わかりやすく言うなら、死んだ後アカシックレコードの精霊になったってところかな。ヨタ話？ヨタ話か。どうやったら信じてもらえるかな。あ、そうだ、じゃあ一つちょっと私の得意技を見せるね。よーく見ててよ。3、2、1、はい。いつの間に、転移じゃないですよ。今の感じ、私たちは知ってる。ルーサーが使ってた時間を操作するテクニック。そう、私のことをいじくり回して、なんとかこれだけ真似してたみたい。ちなみに今のこれのことをテクニックって言うとスー君怒るよ。これはマジックだ、ふざけんなって。ピー君やリーちゃんは何をやってるのかちっともわからんって、いっつも首をひねってたな。あ、そうだ、ピー君やリーちゃんまだいるでしょ。二人なら私のことがわかるよ。ピー君、リーちゃん、どなたのことでしょう。レギアス君とマリアちゃんだよ。まだ元気なんだよね。本人が聞いたら悶絶しそうなあだ名だね。わかる、いっつもやめろやめろって言われてたよ。二人とも今は任務中で不在にしている、しばらくは会えないよ。つながりないから私のこと見えないじゃん。シオンさんのこと知ってるんですか。もちろん、私ずっと一緒にいたからね。シャオ君のことも知ってるよ。シオンとつながりがないと君のことが見えない。僕たちのところに来た理由はそれか、アカシックレコードの精霊。この状況だと私を認識できるのはあなたたちだけ。そして今起きているあれに立ち向かえるのもあなたたちだけ。いきなり信用しろって言われても難しいのは私にもわかる。私にわかることは何でも話す。だから考えてみてほしいな。